最近話題になっていた、小林麻也による、一方的な海老蔵叩きが幕を閉じたみたいだね。約3週間にわたって議定である海老蔵を批判し続けた小林麻也は、何が許せなかったんだろう。今日はそんな渦中の二人について、日本3位のスーパーミラクル天才占い師であるウプ主が占っていくよ。ウプ主は血液型と星座を組み合わせた48通りの占いを得意としているんだね。普段は21時に次の日の運勢をアップしているから、ぜひチャンネル登録してね。さて、海老蔵は黙り込んでるから、まずは小林麻也の主張を確認しよう。小林麻也は2017年に癌で亡くなった小林麻央のお姉さんだよ。そして海老蔵はその小林麻央の夫なんだ。小林麻也は何を主張しているの？どうやら小林麻也によると、小林麻央の乳癌が見つかった際、本人は標準治療を希望していたにもかかわらず、根拠のない3つの民間療法を海老蔵が推奨したんだ。民間療法ってどんなものだったの？高濃度の水素水を用いたものや、酵素風呂を使ったもの、そして話題になった気候によるものだったよ。なんだかどれもうさんくさいね。まあ実際、水素水を使った療法を行っていたクリニックは潰れているからね。闇も深いよ。そして何よりこれらは全て海老蔵の意思で行われ、小林麻央は辞めたがっていたにもかかわらず続けられたんだ。そのせいで標準治療が遅れてしまったんだね。うん、治療に関する後悔は小林麻央のブログでも語られているよ。そうなんだ、これは姉の小林麻也が許さないのもうなずけるね。実はこれだけじゃなくてね、麻央が治療で苦しむ中、病室で競馬を楽しんでいたことや、海老蔵の海外公演のために貸した9000万が返ってきていないこと、麻央が亡くなってから家の世話をするために泊まりに行った時に、海老蔵に襲われたこと、そして、小林麻也と国光明の結婚を認めず、最愛のおいとめいに会わせてもらえなかったことなんかを告発したよ。どれも海老蔵のイメージをガタ落ちさせるには十分だね。小林麻也は世界で一番あなたが憎いとまで言っているから、彼女の怒りは相当なものだね。海老蔵はなんて言ってるの？この件について海老蔵はだんまりを決め込んでいるんだ。真相は本人の口から語られていないのか。この後、小林麻也と海老蔵はどうしたらいいのかな。それを語るのが、天才占い師ウプ主の仕事だね。さあここからは二人について占っていこう。まずは告発した側の小林麻也だよ。小林麻也は7月12日生まれで蟹座の A 型だよ。どんな性格なのかな。特徴としては母性本能が強く、相手に一生懸命尽くすタイプだね。そうなんだ、これはあまりしっくりこないかもな。ただし、情に熱い分、自分の敵には容赦なく相手を叩きのめそうとするよ。これは今の小林麻也にぴったりだ。さて、そんな彼女だけどしばらくは黙っていた方がいいね。どういうこと？これ以上広げすぎるとこれまで味方だった人も離れていってしまうんだ。追求することはせず相手の出方を見た方がいいよ。むしろ海老蔵が何か発言しても今度はこちらが黙るくらいにした方がいいな。今動くことは敵を増やすに等しいよ。そうなんだ。今はおとなしくしているのがいいんだね。逆にいつになったら仕掛けていいの？しばらくは運勢が傾きやすいから5月中旬くらいかな。その頃にもう一度仕掛けたり、雑誌の取材なんかで発信したら、狙い通りに行きそうだよ。そうなんだ。しばらくは我慢。5月中旬に発信だね。さて、次は海老蔵だよ。海老蔵は12月6日生まれの射手座で血液型は AB 型だよ。さすが海老蔵ちゃんと AB なんだね。ところでどんな性格なのかな？楽観型でポジティブだよ。そして己しか信じない、自信家でもあるんだ。そんなのだから女性問題が絶え間なく続くんだね。間違いないね。さて今後の運勢だけど、緩やかに落ちていってるね。緩やかなんだ、もっとガクンと落ちているのかと思ったよ。もともと信用されていない部分があった点、そして反応せずに、だんまりを決め込んでいる分、下落は少ないよ。ただ海老蔵はもう少しで反応しようとしているんじゃないかな。
まあこれだけ言われてたら当然だよね。今の海老蔵は動いた瞬間おしまいだよ。歌舞伎界から追放されちゃうね。そんなに厳しい処分が待っているの？うん、日本の伝統芸能を汚す行為だからね。今反応したら、表舞台から姿を消すことは間違いないよ。じゃあ海老蔵はどうしたらいいのかな？4月10日頃を境に周りの環境に変化が訪れると出ている。ここがチャンスだね。このタイミングで騒動に関する謝罪会見、そして亡き妻への思いを語るといい。うまくいったら、状況は好転するしダメでも悪くなることはなさそうだよ。そうなんだ。じゃあそこまではおとなしくしていたらいいんだね。まだ動く時期ではないからね。一旦は騒動が収まったけど、またいつ再燃するかわからないからね。今後も要チェックだよ。さて皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をしてくださいね。あなたが運に恵まれますように。それでは皆さん、さようなら。